そう、踊れる方は、あ、じゃあ、ゆうちゃん次の曲、何でしたっけ？星野源さんの恋なんですけど、恋ダンスを踊れる方は、ぜひ前の方とか、皆さんで、踊ってください。あのその場で手の振りだけ真似していただいても結構ですし、あの私踊れるんすっていう人はもう前まで出てきて、あのステージの下結構あの場所あるんで、よかったですね。